はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は This is a Police 68日目続きをプレイしていきたいと思います。いつもの通り新聞からですね、ブーティックのセール客殺到。まあね、もう最近そのバーゲン的なものにあんまり行かなくなりましたね。大学生の頃とかはいわゆるその、電子の初売りとかね、結構頑張って行ったんですけども、最近はあんまりっていうかもう全く行かなくなりましたね。唯一ミカミックスはですね、確かいつも毎年ヨドバシカメラの初売りに行って福袋を買ってたかなと思うんですけど、恒例のイベント化していたはずです。まあそれはそれとして、2締め、フリーバーグ市民の 44% 同性愛は感染すると信じる。この感染するっていうのは病気が感染するっていうのか、それとも同性愛が連鎖的に起きるっていう意味なのか、どっちなんでしょうね。最後、ドイツ軍将校カールウルフ、本物の制服がゴミ廃棄場で発見される。これは何、危ないよってこと、それとも本人が捨てたよってことなんだろう、どっちでしょうね。でメモは、今日は視聴者イエイイエイブーで、マフィアがイエイイエイイエイか、ルイは友を呼ぶ。全くヒントになってない。じゃあ今日も元気に出勤していきましょう。疲れすぎてフラフラ、ダメ。仕事して、仕事。警官の数が足りてないですからね。刑事の数も足りてなければ警官の数も足りてない。郊外での連続殺人事件の方は、ストリップクラブで働いていた25歳のパメラ・コックスが自宅で惨殺か。警官2人か。刑事2人いないんだよな今で。住宅街の方、これもね、刑事2人いないんですよ。困ったな。で、給料はというと66ドル6600円。ゴミみたいなもんだな。ちょっと警官よりに今までやってきてしまってましたが、市長よりに活動を変えていかないと。これ以上刑事警官スロットを減らされるわけにいかないし、何よりも増やしていかなきゃいけない状態ですからね。ゲームセンター2000での強盗事件、若者の集団がビデオレンタル店で現金を強奪。店長のブルーのボイスはその時奥の部屋で作業していた。店員がゴードワンの一人に見覚えがあるというゲームコーナーによく帰ってくる男だそうだ。ゲームなんかしてないで、おとなしくしてればいいのにね。それだけじゃ飽きたらず強盗まで働いたが、逮捕だな。ゲームセンターの強盗事件ですね。犯人によく似た若者が一人でゲームコーナーで遊んでいる。いやー、強盗した後すぐゲーセン行くかな。しかも同じ店内の。容疑者に間違いないかマネージャーに確認する。青年の友人が現れるまで待機。公共の面前で青年を逮捕。いやー、ここはまずマネージャーに確認だな。うん。結果犯人だったようですね。続いては武装強盗事件。サイレントアラームがリバー銀行の中央支店で作動した。4から6人の武装した強盗が銀行を襲い、中に立てこもっている。少なくとも15名の顧客と多数の従業員が中にいると思われる。これはかなり危ない事件だな。ここはパワーズにゴーティエ、さらにはスワットチームを出しましょう。こんだけ豪華なメンバーを出せばさすがに逮捕できるでしょう。喧嘩騒ぎか。今度はカフェアイスプリンス。15人のフーリガンがカフェに突入。フーリガンって久しぶりに聞いたな。突入し家具を破り裂いた。あと家具を破り裂く、何の家具だ破り裂くって。支配人を負傷させた別の若い男性に殴りかかった。現場に居合わせたたまたま銃を持っていた男性が威嚇発砲したが、フーリガンたちは嘲笑
嘲笑って暴れまった。彼らはありとあらゆるものを破壊してしまったと。なるほど。なかなかの凶悪性を感じるな。ここは3人出しましょう。強盗事件の方が早く解決して戻ってきてほしいな。武装強盗のですね。犯人は逮捕しましたと。市民も無事。完璧だな。さすがスワットチームだな。まあ、どっちかっていうとやっぱり刑事が欲しいですね。犯人に逃げられるか？ああ、メルサとプロクター撃った後じゃダメだったか。もう一人ぐらい警官を出すか、優秀な警官を出すべきだったんですかね。選択肢もなく失敗するような状況ではなかったはずなんだけどな。3人出してますからね、こっちは。まあ、あるとすれば、能力不足？あと数がちょっと少なかったかなというところですね。テロの予告です。テロリストの携帯電話の無線と思われる電波を警察が傍受。フリーバグでテロを計画しているようだ。会話の一部しか傍受できなかったが、グリーンスネークとジュピターというコードネームで呼ばれている人物が、プロフィッツハンマーというものを使用して大爆発を起こそうとしている。なんか誤報な予感するけど、まあ、ここは、もし本当にテロが起きるとやばいので、スワットチームも含めて4人出しましょう。テロの割に枠が、6枠しかなかったっていうのもなんか怪しいよね。さあ、あとはもうこのまま事件がなく終わってほしいけど。誤報か、やっぱりね。テロリストはいませんでしたと。おもちゃの無線からの内容でしたと。まあ、誤報でよかったじゃないかと。笑える状況ですね。警官に今のところ余裕があるので。麻薬取引ゲットー地区。小規模な食料品店のオーナーから若い麻薬密売人が常に店の外をうろついていると通報。もう何回も連絡しているが、警察は何もしてくれないと落胆したオーナーは、無愛想に電話を切った。そんなことないよ。今から警官出しますよ。ボディにミルサップを出しますんで、安心してください。で、放火事件、二重殺人、窃盗の、捜査をやっていきましょう。ちょうど帰宅しようとしている時でしたと。停電が起き、突然あたりが静まり返りました。そして通りの方からまるで手を叩くかのようなくぐもったような音が聞こえました。その時中にいた職人は10人ほど。で、ジェームズは？火事が起きたあの時間、本来ならもう家に帰っていた時間なんですよ。で、彼は以前ここへ来た元患者さんを見かけました。で、通りの向こうから何かやりましたと。で、このシャーマンさんっていうのはどういう服装をしていたかというと、赤のセーターを見ていたと。赤のセーターね。ってことは、これは何してるんだ？これはなんかプラグを抜いてるね、電源を。火災の原因となったのは燃焼促進剤が入った小さなプラスチックの容器。ビル外部のケーブルの破損は、壁から無理やり引っ張られたものが原因でしたと。いうことは、これは何だ？燃焼剤だな。ってことは、まずは通りの向こう側から見ていました。ケーブルを引っこ抜きました。抜きました。投げ込みました。よっしゃ。ロナルド・シャーマン・フリーバーグ家族研究センターに以前通っていた患者の夫です。逮捕しましょう、こんなやつは。1ヶ月ほど前からここで暮らしているという話ね。で、もう1個はというと、離婚後は妻のものってことは、モーテルの方だな、いるのは。プロテクターにウッダーと出して逮捕に向かいましょう。で、二重殺人の方は、新しい写真は見つかっていないか。ただ、証拠の写真は、まあ、それなりで集まってるけどな、ちょっと厳しいんだろうな、これだけだと。もうちょっと後にしましょう、こちらの事件に関しては。証拠の写真を待ちます。で、窃盗事件の方はというと、
新しい写真は見つかっていないか。ただ写真はもう十分に集まってるよね。そうすると、美術館の警備員の証言からもう一度見ていきましょう。美術館の巡回は1時間に1度、警報器は故障中、大きな美術館なので修理費も馬鹿にならず市が負担してくれない。なるほどね。私がこちらに来たのは朝方、これは美術院の警備員の話ですね。窓が壊れ、絵がフレームから切り取られていました。人の気配は全くなく、床にレンガが落ちているだけでした。なるほどね。で、監視カメラの方はというと、駐車場は一晩中車の出入りはなかった。朝、筒を肩に乗せた人物が自転車を取り掛かった。その人物は駐車場にゆっくりと入っていき、自転車を止めてどこかへ姿を消した。不眠症なのでよくこの夜の街をサイクリングするんです。あの時は翌朝の授業に直接行けるように筒形ケースと道具をいくつか持って出かけました。美術館に寄ったのは用を足すためです。恥ずかしいんですが、美術館の中にいつか自分の作品が展示されている様子を想像しながら建物にマーキングするのが好きなんです。ド変態だな。最後じゃないな、オランダ人画家に関する授業ではファンディオ・ホップ君はいつもでブルームの作品を批判していた。ファンディオ・ホップっていうのはさっきの証言者ですね。美術館の窓はというと、ガラスがほぼ完全に割れており、大人の男でも楽に出入りできる。破片のほとんどが外の歩道に落ちているっていうことは、外から中より、中より外の感じはするんだけどな。でもこのファンディオ・ホップが怪しいってことだよね。そうなると、これではないか。ファンディオ・ホップではないな。レンガを取って窓をぶち破り、中に入って絵を切り取った上で、てい、違うね。となると、やっぱり、どうなの、警備員のような気もするんだけどな、犯人は。ちょっと何とも言えないですね。麻薬取引の方はというと、犯人を逮捕しましたね。コカインを見つけたか。ほう。あとは、放火の方の殺事件の犯人逮捕ができましたね。グラスゴーよく頑張ってくれました。じゃあ今日の勤務を終了していきます。お、サンドだな。Better than ever, Mr. Sand. Touched by your concern. Well, I hope this doesn't sound too sentimental, Jack. But while you were laying in a coma, I thought about our last meeting many times. It was such a fascinating conversation. You said it yourself. You're a true hunter. No, Mr. Sand, it was you who said that. Was it? Well, it doesn't matter. What is important, Kendrick told me a lot about you, Jack. But I suddenly realized that he didn't give me the whole story. Why is it you only want half? What are you talking about? Well, why is it you only want to make half? Not a whole million, just half. Not 100,000, これまた100万ドル、50万ドルっていうのは、50,000。定年する180日後までに50万ドルを貯めるっていう目標の話ですね。
Are you disappointed, Mr. Sand? No, not with you, Jack. Quite the contrary. I respect you even more. Well, I'm glad to hear that, Mr. Sand. And now if you'll excuse me, I have to go home and get some sleep. Of course, Jack. I just... これは腰痛のための薬だったはずだけど、めっちゃ飲んでるな。はい、というところで68日目、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回は69日目プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。